2021年6月3日19時半になりました。19時半からの番組は心をつなぐ囲碁ミラクルテレビ特別番組、浅野史郎さんの心のインタビュー。今回のゲストは社会福祉法人日本点字図書館理事長の田中哲司さんです。では浅野先生、よろしくお願いします。画面投与です。はい、皆さんこんにちは、浅野史郎です。心のインタビュー、今日はこれは8人目になるんですね。はい、田中さん、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。田中さん、こうやって画面で見て、あの生年月日っていうか昭和9年生まれっていうから今年87なんですか。いや、そうですね、あの、ね、誕生日がくれば7になります。うん、若いですね、見た目はね。だけど体も元気なんですね。あ、元気です。はい、体は大丈夫です。はい、87年前にお生まれになった。お生まれはどちらですか。ですね、まあ東京って言えば東京なんですけども、はい、父親がですね、銀行員で、私が生まれた時に短期間ですね、千葉に、千葉の銀、支店に転勤になったんですね。それで、千葉で、短い期間過ごしたらしいんですけど、その間に生まれたというんで、大人になってですね、どこで生まれたんだって聞いて、母親に聞いてもですね、住所も覚えてないという、そういうところです。あ、そうですか。じゃあ、はい、非常に短かったんですね、その期間。そうですね、はい。ご兄弟いらっしゃる。兄弟、はい、兄弟は兄貴がいまして、うん、あと弟が2人と妹前だから全部で5人ですけど。5人兄弟の上から2番目、はい、はい、そうです。あ、そうですか。でお父さんは銀行員で。そうですね、はい、転勤が結構多いね、東京から。そうです、そうです。もうだからそこの千葉の後、私は子供の間にですね、二宮とか佐賀とか、宇治山だとか、うん、それはやっぱりついていくんですね。あ、もちろんそうです。家族揃ってね。はい。ああ、そうですか。そうすると、からだからなかなか落ち着かないけども、小学校なんていうのは何回も転校したりする。小学校は小学校は2回2度2つだけですね。佐賀と宇治山田だけですね。佐賀と宇治山田、はい、うん、あ、それからそうか、戦後その戦後すぐですね、東京にまた転勤で帰ってきたもんですから、うん、東京と3校ですかね。3回転校すれば十分ですよね。まあ、そう。中学校ぐらいになると少し落ち着くんですか。そうですね、その後はもうずっと東京です。あ、そうですか、はい。東京の高校で、だけどその時にもうお父さんはいろいろ移りっていうか転勤があるんじゃないですか。いや、もうね、東京帰ってからなかったんですね。落ち着いたの。はい。あ、定年退職まで。あ、はい。じゃあ高校時代は落ち着いて。はい。はい。それで大学も行かれる？私ですか？ええ。ええ、高校は普通の高校で、はい、大学に入った年にですね、網膜剥離を起こして、はい、病気になってしまったって。ああ、そうですか。大学に入った年に、はい、その網膜剥離っていうのはなんかどっか物理的にぶつけたとかなんとかあるか。いや、強度のやっぱり禁止だったんですね。ああ、もともとね、強度の禁止で、だから目玉が細長くなっていまして、それでやっぱり強度の禁止の人ってのは剥離を起こしやすいんですね。ああ、そうですか。だけどそれは完全に見えなくなるわけですもんね。それまでは、強度の禁止でも見えてるわけですけどね。そうです、そうです。それで網膜剥離を起こして1回目の手術の後はある程度視力あったんですけどね。またその大学休学してる間にですね、スケートリンクに行って、スケートをやって、
足さらわれてひっくり返って、ええ、なんたることをしたんですか。そうしたらね、再発しちゃったんですよ。そうですか。いや、だから前に転んだの。いや、あのね、お尻ドーンとついたんですね。足をすくわれて、このショックがあって、はい、網膜剥離を起こすんですね。そうです。そうですか。それはそれはもったいない。それからあとはもう何回手術やってもダメだったですね。ああ、そうですか。最後は回復せずに。ちょっとそんなこと聞いていいのかどうか。その時のこう網膜剥離やって何回やっても治らないっていう時の気持ちっていうのはどんな気持ちですか。うん、まあただですね、まだ学生だったですからね、うん、あんまり責任もないし。そんなにひどいショックとかなんかあまり受けなかったですね、うん、それでまあほぼ1年近く大学東大の眼科だったんですけども、入院してまして、そこにですね、うん、やっぱり前からなんていうかな、目にですね、石油というか化学の会社に勤めた人で、うん、硫酸かなんかが爆発してかぶっちゃった人がいましてね、その人の目がやっぱり硫酸でやられちゃっていて、それで角膜移植っていうね、はい、手術をやってたんですよ、はい、でその角膜移植っていうのは要するに角膜を提供してくれる人がいないと、うん、ダメで、その頃アイバンクなんてまだありませんでしたから、要するに角膜を提供してくれる身元不明の人なんか出るとその角膜で手術をやるというんでね、長いこと入院してさせていたんですね。ああ、そのドナーさんを待ってるわけよね。そうですで、それまだ日本で角膜移植ってのは始まったばっかしの頃じゃないですか、その頃は。いや、どうですかね。そうでもないです。結構、やってました。移植の例もあるんですね。で、その方は角膜移植うまくいったんですか。いや、結局ね、硫酸でも周りの組織がやられちゃってましたから、うん、新しい角膜入った時は見えるんですってバッと、うんうん、だけどすぐにその毛細血管なんか侵入してきて、そうかそうか、また角膜がダメになっちゃうんですね。それでね、入院してて、まだ大学出て、すぐ就職してすぐにやられたもんですからまだ若かったんですね。あ、その方ね。うん、それでね、そのもうそろそろダメだろうっていうことで、その将来のことを考えて、うん、先生でもなろうかっていうんで、うん、展示の勉強をしてですね、展示もできるようになってたんですね、うん、だからその人がね、僕が入院してて何もしてないんだね、そうやったらお腹の上で展示が読めるから、その展示をちょっと読んでみたらっていうんで、展示を書いたのをくれたんですよね、でそれをね、触ってる間にね、読めるようになってきて、それでね、網膜剥離の手術ってのはもうその頃はもう本当になんていうかな、注射針の先端にですね、電熱器みたいなのついてて、それをね、ブスッと目の中へ突き刺して、その破れたところにジュッと当てて、電気を通して焼き付けるんですよね。やだやだそういうね、野蛮な手術だったもんですから、手術終わった後安静にしてずっといなきゃいけないっていうんで、それでその安静してる間にお腹に電池を乗せて読んでたら読めるようになっちゃった。あ、いや、そうすると何、田中さんもその角膜移植っていうのを受けたんですか。いや、僕は網膜剥離の手術なんです。あ、網膜剥離の手術。網膜剥離の手術は目の上から注射器をですね。ああ、今の話は網膜剥離の手術なんですね。あ、そうなんです、そうなんです。角膜手術の一番表面の透明な角膜をですね、他人の角膜を取り替えるっていう手術です、うんうん、だからちょっと違うんですけど。違うんですね。そんなブスッと刺してなんか注射やって、その網膜剥離っていうのは治るもんなんですか。いや、ね、うまくいけば治るんですけどね。うまくいけば治る、だけどやっぱりその頃はなかなかあんまり成功率は高くなかったですね。はい、それ何度もやられた。もう全部で9回手術しました。9回もやって、
で最後はもうやっぱりどうしてももうダメというんで、うん、でもやって少しはもうあの戻るんでしょ。もう終わりの頃はもうほとんど戻らなかったですね。あ、そうですか。やった後もうすぐに見えるようなことは全くなかったですね、うん。そうやって、いる間、入院してる間にお腹の上に点字の本を載せて、点字を。だけど誰か教えてくれる人いないとなかなか。いや、それはその同じ部屋で入院してましたから。うん、あ、その人に教えてもらった。教えてくれ、はい、もらって。で、まあ、点字とは非常に構造が単純なんですね。うん、だから、覚えるのはそんなに苦労しないで、うん、指先で分かるかどうかっていうことだけなんで。表音文字ですもんね。はい。そうです、そうです。ああいうようになってるわけですもんね。そうなんです。うん、そうですね。ですから指先でね、触って分かるようになれば、もう全然、点字そのものは難しくないんで。ああ、そうですか。そうやって。それは点字が読めるようになったもんですから、うん、なんとなく気楽な気分で。そう、気楽な気分になって。はい、それでまあどっかの時点でもう諦めてっていうか退院するわけですよね。そうですね。もう先生に言われて退院して、うん、退院して、退院してあちこち相談に行ってもすぐに12月に退院したんですけどもね、うん、今年のもう4月からはもうリハビリテーションっていうかその当時ですね、厚生省の施設で国立の東京公明寮ってのがあったんですね。東京公明寮聞いたことあった。どこでやったんですか。はい、杉並ですね。杉並区の阿佐ヶ谷の最地なんですけど、青梅街道に面したとこにあった。そちらに行かれたんですか。そこへ入って国立 公明寮ですね。うん、独立公明、光に明るい寮。はいはい。でそれは今のですね、国立のリハビリテーションセンター、うん、どこですか、所沢にあります。所沢の、はい、はい、あそこになったんです。あ、あそこの利用教育課っていうところになる。所沢は身体障害全般ですもんね。そうです、そうです。でそこに公明寮もいわば移って合体したわけですよね。そうです。そこにも行かれたんですか。じゃあ、ね、田中さんは南から所沢まで、はい、うちが住んでたのは、いや、所沢じゃなくて、その頃だから公明寮は阿佐ヶ谷ですから。阿佐ヶ谷でね、阿佐ヶ谷で住んだの、だからうち私家があったのは広尾だったんですよね。麻布の広尾で、で初めの1年間は寮に入ったんですけども、うん、2年目からも外へ出て歩いて通いました。歩いて通った。歩いてというか、まあ、電車乗ってですね。そうですよ。疲労からちょっと阿佐ヶ谷歩いていけないなと思ったんですけど。そうです、そうです。バスとその頃都電っていうのがありましたね。都電を使ったりバスを使ったりして通いました。まあその都電を使ったりバス使ったりっていうのその移動ですけども、はい、それも慣れてないと途中失明ですから、非常に難しいんじゃないですか。そうですね。白杖を持って。その頃ですね、その視覚障害者の歩行訓練なんてなかったんですよね。うん、全く、うん。だから白い杖だけ持って、あとは勝手に歩けという。で、どうしたのそれで。いや、それはもうやっぱり歩かざるを得ないですから、杖でこう探りながら歩きましたけどね。だけど歩くのはまだいいけども、バスに乗るとか電車に乗るとかというのはすごく難しいですよね。まあそうですね。命がけみたいな。だから停留場まで行ってじっと待ってて、バスが来たら確認して乗るということですね。なんか事故みたいなことを起こすことはなかったですか。その公明寮に行ってる間に、うん、青梅街道を渡ってる時にタクシーにぶつかられてですね、骨折をしましたけど。あらあらあら、それは完全にタクシーが悪いんですよね。いや、どうですかね、まあ。白杖持ってたんでしょ。持ってたもやっぱりどう見えにくかったのかどうか分かりませんけど。それでその時はこっちが見えないからあれですか、横断歩道を渡ったりじゃなくて。あ、いや、横断歩道は渡ってましたけどね。それでやられたんですよ。それは向こうが悪いわね。
だからまあもう向こうももう座る、あの泊まる直前だったんで、うん、そんなひどい怪我にならなくて。で、その公明寮では何をやるんですか？ね、あの、あんまマッサージ、針灸です。その勉強をするんですね。で、高校出てると 3年間なんで、うん。でね、当時はあれなんですよ、公明寮なんて、あの、要するに戦勝軍人ですね。太平洋戦争で、戦争に行って目が見えなくなる人がたくさんいましてね、その人たちの主にリハビリをやる施設だったんです。いわゆる傷痍軍人のね、傷痍軍人で目の見えなくなった方の。そうです。その時にそこでやるのが、まあ、いわばあれでしょ、就職、あの、なんていうの、就労、あの、のための職業訓練ですね。職業訓練、うん、職業訓練だけど、その職業訓練の内容っていうのはあんまマッサージしかない。そうです、ハリキューとそれだけです。あんま。で、それを田中さんはやっぱり一生懸命やられたんですか？それは3年間勉強して資格取りました。あ、資格取った。はい。で、だからそうすると職業としてはあんまマッサージやるということになるわけですよね。まあそうですけどもね、それからまた大学へ復学したり、いろいろありましたんで。そうでしょう、やっぱそうだろうと思ったんですよ。はい。それは田中さんみたいな人が、ま、あんまマッサージだけで満足するとはとても思えないので。いやいや、そんなたまないです。大学に復学したら、元いた大学に復学できたんですか？そうです、そうです。あ、そうですか。ただですね、あの、入学した時は、あの、目が見えてたんで、建築家に入ったんですよね。うん、建築家、理工学部の建築家に。それで、まあ、建築技師を目指して、勉強してたんですけども。やっぱりね、見えなくなると建築家はちょっと無理そうかもしれませんね。あの、設計図なんか到底書けませんから。うん、それで、あの、文学部に変わってですね、うん、あの、行きました。でも、まあ、なんていうか変なあれだけど、文学部に変わってよかったんじゃないんですか？うん、まあ、どうですかね。どうですか？確かに、だけど、あの、見えなくなってからまた大学へ行くっていうのは、うん、あの、まあ、そんなにあのたくさんある例じゃありませんのでね、うんうん、珍しい例なんで、あの、ボランティアの人とかなんかもね、その頃からいろいろ支えてくれましたね。あ、そうですか。はい。大学の方としては何かあれですか、特に面倒見てもらったとか？いや、もう全然ないですよ。全然ないの？あら、そうですか。そうすると、あの、学友、その、あ、だけどもう年下になっちゃってますよね。そうなんですよね。だからね、周り道してきてるわけですからね。学友ってものは本当に少なかったですね。あ、そのでもよく会って話をするっていうのは、あ、むしろ、あの、高校の時の、うん、あの、同級生なんかの方がよく付き合ってましたね。ああ、そうですか。で、うん、そういう方にちょっと助けてもらったりしたってことで。いや、まあね、あの、そういう勉強なんか全然助けてくれませんから、だから、あの、勉強なんかで、例えば本を読んでもらう、教科書とか参考書を読んでもらう、あ、そういうのはね、あの、その頃はですね、あの、常盤会って言って、女子学習院の卒業生の会があったんですけど、ね、聞いたことあります、常盤会。そこの方たちが、あの、結構読んでくれました。あ、それから東洋英和っていう女学院があるんですけどね、そこの学生なんかもね、よく読んでくれましたけど。それはどちらも素敵な女子学生ですね。まあ、そうですね。ね、はい。うん、じゃ、結構、じゃ、大学生活もそういうような助けを受けながら、なんとか、あの、しのいで。そうですね。で、あの、ちゃんと卒業できたんですか？まあ、一応卒業しました。ああ、そうですか。だけど、やっぱり就職はもう全くなくてですね。うん。うん、あの、大学卒業するときにどっか盲学校の先生になれないかなって思って、うん、結構盲学校訪ねたり、
校長に会ったりなんかしたんですけど ね、やっぱ全然ダメだったですね。あ、それは一応試験とか受けさせてもらえるんですか？いやいや、もう全然試験も全くダメだった。あ、そうなの、はい、絶望しますね。まあそうですね、だから本当にあの職業でその当初はですね、そのマッサージの資格があるもんですから、うん、あの病院に勤めたんですよね。あ、病院で機能訓練士みたいな形で勤めて、で病院であのマッサージの仕事をやってたんですけど、あ、そうしたらそのたまたまあの東京都心身障害者福祉センターというリハビリテーションセンターなんですかね、あの当時やっぱりリハビリテーションでは、あの障害者のリハビリテーションではもう大、もう本当に先駆的な仕事をやったところなんです。それはあれ早稲田にありましたっけ？そうです、そうです。ああ、の富山町にあって、新宿の富山町にありましたね、でその今もありますよね、あそこ富山ね。いや、今もうね、なくなっちゃったです。あ、なくなっちゃった。あの心身障害者福祉センターっていうあのセンターの名前はあの残ってて、今飯田橋にありますけども、はい、あのやってる内容はもう全然違うことですね。あ、そうですか、はい、でその東京都のね、東京都の心身障害者福祉センターにうまくね就職することができたんです。あ、それよかった。その時の所長がね、あの原田正美さんって言ってですね、あの東大の眼科の先生だったんですよ。それで私が入院してた時にですね、眼科の医局にいた人だったんですね。ああ、そうですか。じゃあその入院当時から知ってらしたの、その原田先生？いや、あのね、直接は知りませんけど、私の知事の先生の一つ下にいたのかな。はい、でその先生が所長になってるっていうんでですね、いろいろ動いて紹介してもらったりなんかしながら、あの就職活動をして、で、入れてもらったということなんです。就職っつってもこう何をする？あの視覚障害科っていう科がありまして、そこであのなんていうか訓練もやってましたんでね、展示の指導とか、それからその中途失明者の相談に乗るとか、そういうことをやってました、本来だったらば田中さんの方がそういう訓練とかなんとか受ける側なのに、訓練をする側もあったって言うんだから、あれですね、もう私はもう訓練の時期なんか通り越して一人で動いてましたし。あ、そうですか。はい、そこにはあの長くいらしたんですか？そうですね、20年以上いました。あ、そうですか、そうですか、はい、そこで その仕事っていうのは どんな感じですか？要するに中、もうほとんど中途指名者ですから、私と同じような人たちで、結局、あの会社に勤めてたのが見えなくなって、会社辞めざるを得ないとかですね、そういうような人たちを相手にして訓練をやってました。でまあ、展示を勉強してもらったりしてですね、で結局会社に戻れないっていうか、会社をクビになってしまった人たちの場合にはもうやっぱりその頃ですね、マッサージとかハリキューの勉強するしかなかったんですね。で、あの所沢のセンターを紹介したりして、そこ行ってもらったりしたんですけど。そうですか。そうするとやっぱりちょっとそういう人たちを見てやるするっていうのもちょっと気持ち的にも苦しいですね。まあそうですね。でも私はですね、ちょっとあの、そのセンター富山町にあってですね、そのすぐ明治通り挟んだすぐ前に東京ヘレンケラー協会とか、ああそうですか、ありまして、それからもうちょっと駅の方へ、高田坊の駅の方へ行くと日本展示図書館があったもんですから、もう5時終わって、センターが終わるともうすぐにそっちへ行ってですね、いろいろ活動をやってましたんで。ああ、そうですか、そうですか、はい、それをうまいことやったっていうかそうですね、でもそのセンターの方にいて、そっち あの展示図書館行ったり、ヘレンケラー記念館、ヘレンケラー協会ですね、協会っていうの、そんなとこもちょっと顔出したりしながら、展示出版局があってですね、あの展示ジャーナルっていう雑誌を出そうという話になって、なんかにも関わりましたし。あ、そうですか、そうですか、はい、
それで、22年間行って、次は、その今言った展示図書館の方に行くんですか？そうです。展示図書館の館長になりました。おお、そのセンターこう終わって、すぐそのまま展示図書館の館長に。あのね、要するにそのセンターにいた時に5時過ぎに、例えば展示図書館行きましてですね、うん、それでその時にその会に入ってたんですね、視覚障害者の、その会でですね、雑誌だとか単行本を作ったりするんで、うん、その仕事を私がやってたんですよ、それでその原稿の墨字を原稿を読んでもらったりね、なんかしなきゃいけないんで、それをね、その展示図書館の職員にね、助けてもらったんです。うん、で5時過ぎに行って、向こうも仕事終わってますから、うん、原稿を読んでもらって、それでそれで雑誌にしたりしてたんですね。うん、でそういう仕事をやってた関係で、展示図書館の職員なんかとも本当たくさんの職員と知り合いになってましたんで。あ、それは良かったですよ。だからセンターと展示図書館っていうのは物理的にも近かったんですね。そうですね、歩いて10分ぐらいですね。そうですね、それは良かったですね。はい、でその頃あれですか、その、展示図書館の館長初代なのか、本間和夫さんっていう方。本間和夫さんが50年間館長をやったんですね。50年間やってました。25歳で図書館作って、それで50年間本間さんが作ったんですか？そうですよ。日本展示図書館というのは本間和夫 の設立した図書館です。ああ、それは別に国立でも都立でもないあれですもんね、社会、民間でですね、本間さんの実家が裕福だったもんですから、実家の援助を受けて建物を建てたりしてたもんですから。うん、いいよ。それにしても25歳でそれを建てて自ら館長になって50年間もやるってのはすごいですね。すごいですよ、もう。あれだから田中さんも直接本間さんはご存知だったでしょ？もちろん、もうずっと、ね、若い頃からその見えなくなって、うん、その病院を出たあとすぐにやっぱり相談に行ってますから、本間さんのところにも。ああ、今後どうしたらいいかって。そうですか、そうですか。でもその後まさか自分がその後任になるとはちょっとまだその時は思ってなかったですよね。まあそうですけどね、だけど図書館にその夜行って、夜その本を作る仕事なんかをやってて、うんうん、いてですね、やっぱり本間さんとかその時副館長をやってた直井さんっていう、やっぱり盲学校のね、先生をやってた人がいたんですけども、ええ、その人たちからですね、ちょっと早く来てよとか言われてね。あ、そうなの？来てよって何？展示図書館に。展示図書館に来てくれって言われて。あ、そうですか。誘われたんです。うん、それでね、本当には組むにはいかなかったね。本当はまだ60歳なんかどうとなってないですから、うん、センターを辞めようとしたら、そのセンターの組合の委員長がですね、うん、今辞めたら年金が少なくなるから損するから、ね、また我慢しろって言って。あ、そう。で、年金が出るまで頑張って。いや、結局だから、それ、辞めちゃいました。あ、辞めちゃったのね。やっぱり、本間さんなんか誘われた方が大きくてですね、うん、やっぱり、その、展示図書館の仕事をやりたいと思ったもんですから、ね。展示図書館っていうのは僕は知ってるようで知らないんですけども、展示図書館っていうのはその展示の図書を置いてるだけの図書館ではないですよね。基本的にはそうなんですね。展示の本と録音の本ですね、うん、録音、うん、今も録音の方が圧倒的に多いですから、本を置いてそれを貸し出すというのが一番主な仕事です、ね。はい、でもそれだけじゃなくて、こう相談業務とかそういうのはあるんでしょ？いや、表立って相談業務はなかったですね。あ、そうですか。だから個人的に来て相談に行くとかいうのはたくさんいましたけどもね。うん、でそれでも本間さんがだからあと盲人用具といって、盲人が使う品物で便利なものを集めてですね、うん、販売する
盲人用具の販売を始めたんですね。それは展示図書館としてですか？別に展示図書館としてです。あ、展示図書館として。だから今公益事業のとして、販売するもんですからね、売ったりするもんですから、だから公益事業として認められています。うん、利益上げちゃいけないっていうか儲けちゃいけないけど、ね、そうなんですよ。だからねすごいもうでもそれはそのやっぱり視覚障害の人にとってはすごく役に立ってますよね。それは猛烈に役に立ってると思います。もうこのコロナの中でもですね、もう予約をしないと押しかけてきて困るんです。あ、そうなんですか。だからもう今はですね、特に緊急事態の間はもう、1時間に2組とか3組しかもう受け付けないっていうんです。あ、予約制度でやってるんです。でそれはだからそこで販売はするけど、どっかで作ってもらってるわけですよね、そういう金。そうですね、作ってもらったり、それから一般の品物の中でもですね、ちょっと点をつけたりなんかするだけで、視覚障害者がすごく使いやすいものがたくさんあるんですよね。そういうのを集めてきて売ってますんで。それはもともと本間さんの時から本間さんがそういうようなものを、まあ、工夫してっていうか自分で作り出したですか？ですね、昭和で39年かな、39年にですね、世界の盲人の会議がニューヨークであったんですね。でそれに本間さんが出かけて行ったんです。それでアメリカとヨーロッパとか、まあアジアもちょっと回って帰ってきたんですけどもね、そのアメリカヨーロッパで要するにその盲人用の品物っていうのをたくさん盲人施設が扱ってましてね、でそれを見て本当感激して、買ってですね、図書館に東京まで送ってたんですね。でそれがたくさんあったもんですから、帰ってきた翌年にその展示会を開きましてね、で全国から盲人の人が来て、こういうのをぜひ日本でもやってほしいという、そういう要望があったもんですから、それで本間さんが始めたんですね。ちょっと参考までに、そういう種のものってのは例えばどんなもんですか？まあ一番展示を描く道具とかですね、それから白い杖とか、それから弱視の人、少し見える人が文字を読むのにですね、大きくして読める機械、テレビ拡大鏡がこうついてるやつですか？テレビみたいなもんですけど、テレビみたいなもの、それで文字を大きくして読めるようにするとか、そういうような盲人が本当に使いやすいものをたくさん扱っています。でそれは本間さんが持ち帰ってきてあれしたんですけども、その後田中さんが館長になって、田中さん自体が例えば音声デジタル図書とか、そうです、そういうのを考案されたっていうか、まあ考案じゃなくてですね、やっぱりもう私のが来た時にはカセット、カセットで録音図書というのはできてましたから、それをやっぱりすごくみんなたくさん喜んで借りて読んでたんですね。それあれですけど、結局音声が例えば本なんか読んだやつがそこに入ってるんですね、カセット。そうです、ボランティアの人が読んだ。ボランティアの人が、あれ読み上げボランティアっていうのいるんですよね。います、もっと、ものすごいたくさんいます。私もちょっとやったことあるんですよ、あれ。あ、そうですか。ほんのちょっと。あ、そうですか。はい。それでですね、そうですね、だから、そういう人たちにお願いして、だからスタジオがあってですね、図書館には、そのスタジオに来てくれて、で、2時間なら2時間録音して、それで本を作るという、そういうのをですね、やってもらってやってたんですけど、私がちょうど来た時にですね、コンピューター、パソコンがですね、結構一般に使えるようになってきていまして、
それでまずその点字なんですけども、点字をパソコンで点訳をして、それでデータにして、あの点字プリンターで紙であの点字を打ち出すという、そういうシステムを導入したりとかですね、ちょうどあのデジタル化が始まった頃になったもんですから、私はあの本間さんはね、それまでだから本間さんはもうデジタル化に関しては全くだったんですけど、ちょうどいい時間、いい時期です。はい、それで始めました。だから、まず点字をニューコンピューター導入して、それから、4、5年、してから今度は録音の方もコンピューターでできるようになりましたんでね。録音コンピューターってのはどういう意味ですか？要するにコンピューターでデジタル、音声がデジタルになるわけですね。音声がデジタルになる。だからあのパソコンを使って、あの録音をして、それでそれをあの編集して、その特別な機械で聞くという。その音声はじゃあ人の声じゃないんですか？いや、あの元を作るところはボランティアです。そうなんですか。はい、でもう今もね、今は、まあ、かなりあの合成音声で、あの本が読めるようになってきていますけども、やっぱり合成音声はね、あの特に固有名詞なんかはもう全く正確に読めませんから、大変なんです。なるほどね。はい、それからあのちょっとそっちから離れて、はい、ホームの転落防止柵設置っていうのにもなんかだいぶ力を、ちょうどその私は東京都のセンターにいて展示を教えた人がいたんです。上野さんっていうね、そうだった。その人がですね、高田馬場の駅のホームから落っこって、侵入してきた電車に挟まれて亡くなったんですよ。それがね、昭和48年です、それで私を教えていて、なんていうかな、そのよく遊びに来てたんですね、センターに展示を教えた後も。それで、マッサージ の資格を取るために勉強してたんですけども、その途中で、要するに高田馬場のホームから落っこって亡くなっちゃったんですね。ショックだったんですね。それで、その時にあのお父さんと兄さんが、その当時はまだ国鉄だったもんですから、国鉄相手取って訴訟を起こしてですね、訴訟になったんですね。で、まあ、そんなことがあったもんですから、非常に強い関心を持ってきて、いろいろとセンターに行く時もそうですけど、日本展示図書館に来てからも、国土交通省とかですね、そういうところ の委員会とかなんかに引っ張り出されて意見を出されましたけども。だからそちらに働きかけたってことですね。そうですね。だったり、まあ、国鉄 JR だったり、はい、うん、だけどまあ、はっきり言って今ホームドアっていうのができてます。JR の高田馬場の駅にもありますけども、山手線はほとんどできましたけどね、でそれがないともうやっぱりダメ、どうしてもダメですね。そうですよね。今やっぱりそのホームドアのないところで落っこって電車に巻き込まれて亡くなるっていう人がやっぱり毎年、2人とか1人とか2人とか必ず出ますから、だからもうやっぱり絶対にホームドア作んないとダメですね。ホームの方もありますけども、道路の展示ブロック、ブロックですね、これもまだね整備されてませんもんね。まあでもね、日本はすごいですよ。そうですか。すごい。やっぱり今私高田の馬場に住んでるんですけども、家のすぐ近くもきっちりずっと歩道に沿って引いてありますから。これやっぱり海外ではもう全然見られないですね。そうですか。これは別にっていうか、田中さんが関わったわけではないんですね。いや、これはもうですね、関西の
関西のところで開発されましてね、うん、岡山県の人なんですけども、あが考え出して開発して、一番最初は岡山盲学校の玄関のところに敷かれたのが最初ですね。あ、え、これじゃあ日本初なんですか？日本初ですよ。そうなんです。あ、そういう意味で日本はすごいというわけですね。そうですね。だから日本の点字ブロック の普及率ってのはものすごいですね。いや、僕はね、点字ブロックで知ってるのはね、点字ブロックのせっかくあるのにそこに自転車止めてるとかね、むしろこっちの普通の一般市民の方がね、全然点字ブロックをないがしろにしてね、迷惑かけてる。そうです。そんなふうなこと聞いてたんで、点字ブロックではなかなか日本はちょっと問題があるんじゃないかと思ったけど、だけどもともと点字ブロックは岡山の人が、そうなんです。日本で発明された。それで今ISO の規制にもなってますけども。ああ、なるほど、ね、はい。うん。スタンダードね。はい。そんなところで、展示図書館が平成3年に展示図書館に館長になられたんだから、今もやってらっしゃるんでしょ？今理事長ですけども、ね、だから展示図書館に関わってらっしゃるんですね。関わった、だからちょうどもう30年過ぎたと思うんですね。30年、展示図書館に関わった30年の思い出っていうか、こんなことやったとか、それからこんな、一つ私が来て始めたことはですね、国際協力事業なんですよ。国際協力事業団？はい、国際協力事業、アジア太平洋地域 の、うん、盲人のための指導ですね。あ、そういうことを始めたんです。あ、で、それは展示図書館、国連障害者の10年っていうのがですね、1992年に終わったんですよね、うん、それで、まあ、世界の障害者年はそれで終わったんですけども、日本はですね、アジア太平洋地域はもっともっとまだまだ足りないっていうんで、アジア太平洋地域の10年っていうのを始めたんですね。日本が提案してエスキャップで始めたんです、うん、でそれをねきっかけに、ちょっと国際協力関係の仕事やりたいなと思ってたもんですから、展示図書館で委員会を作って、それで、始めたと。その国際関係に関心ができたのはですね、東京都のセンターにですね、丸山一郎さん、ご存知ですよね。丸山一郎さん、よく知ってますよ。彼がね、東京都のセンターに来たんですよ。ああ、そうだそうだ。あれの後、大分の太陽の家の後。それで、そこですごく仲良くなりましてね。それでいろんな仕事なんかも一緒にやったりなんかしてたんですけども、うん、そうしたらその彼が東京都センター辞めて東京コロニーの方に行ったんですよね、呼ばれて。でところがその国際障害者年が始まるっていうんで太宰さんって、久国さん、そうです、はい、太宰さんがですね、国際障害者年推進協議会っていう民間の団体を作ったんですね。でその時に丸山さんがいろいろ手伝わされていてですね、視覚障害者のことになると私のところに連絡してきて、なんかないかとかなんかとかいろいろ言ってきてたんですね。それで、まあ、彼といろんなことで動いていて、国際協力関係に非常に関心を持つようになってきて。ああ、そうですか。まあ彼は国際関係が強かったっていうかね。はい、そうですね。その後厚生省で専門官になったんですね。専門官になりました。はい、その頃私あれがあって。そうですよね。で、まあその関係で関心持つようになってきて。それで、ちょうどいい機会なんで、アジア太平洋障害者の10年が始まるときにですね、委員会を立ち上げて、それで日本展示図書館で検討したんですね。うん、それで検討した結果、そのアジアの
国々に行ってる人、最初の年はアジア4カ国に行って調査をしたんですけども、その時に要するに盲学校でもですね、点字の教科書がなかったんですね。ああ、そうなんですか。で、点字の教科書がなくて、その、なんか先生がですね、点訳したタイプライターで打った点字の本を一冊をですね、みんながこう回し読みをして勉強してるっていうのを見てですね、これはもうやっぱり点字の教科書がすぐに上級できる体制作んなきゃいけないっていうんで、でコンピューター点字、制作技術指導講習会っていうのをですね提案して、で当時郵政省に国際ボランティア貯金っていう助成があったもんですからね、それにもお願いして始めたんです。あ、でそれをマレーシアでね始めまして、でパソコンと点字プリンターを持ち込んで講習会に来た各国の代表の人たちに、その講習会が終わったらパソコンとその点字プリンターを持って帰ってもらって、うん、すぐに教科書が作れるようにしようという、そういう授業を始めました。これはもうなんていうか手応えあったでしょう。やりがいありましたね、うん、すごい国際協力ってのは別に視覚障害関係だけじゃなくて全体ですけどね。まあそうですけどね、この分野、点字図書館っていうことがあるんで、視覚障害に限ってやったんですけどね。でそれを10年、2002年までやったら、バブルで国際ボランティア貯金の、利子がですね集まらなくなって、郵政省が辞めちゃったんですよね。それで、ちょっと切り替えてですね、今度民間の助成金使いながら切り替えて各国にそのマレーシアの指導員に行ってもらって、それで講習会をやって今でも続けてます。それとあとですね、2004年からの10年経ってですね、2004年になってちょっと、図書館の近所に住んでたボランティアの方がですね、その自分が持ってるマンションをね図書館に寄贈してくださったんですよね。でその収入でその家賃で何をやるかっていうことになって、それで、2004年にその視覚障害の若者に対してですね、コンピューターの訓練をやろうと、 ICT の講習会やろうということになって、それも始めました。ちょっと田中さん、時間があとあんまり、あ、そうですか。ぜひこれはなんで、ね、田中さんがこの私の心のインタビューにこうやってくれてるかっていうと、それは僕はちょっとよく分かんないんだけど、囲碁、あ、そうですね。それから大船渡。あ、大船渡、大船渡は、誘われていったんであれなんですけど。囲碁の方から。囲碁はですね、10年私高校の時にですねちょっと囲碁をやってて、でまあ、その頃は見えてたわけですから、友達とやってたわけですけどもね。でそれから見えなくなってからもう全く囲碁はできなかったんです、だから10年ほどぐらい前にですね、柿島さんっていう、柿島光原さんね、彼が盲人用の碁盤を作ったからっていうんで持ってきて、でそれでこれならできるっていうんで始めた。ああ、よかったよかった。角島さんに会って、はい、愛護に会って、そうです。そしてそ始めた、それであれで自分が楽しむだけじゃなくて少し活動を広げていったんですか？そうですね。電気図書館にカルチャー講座っていうのが、今ちょっとコロナの関係でやってませんけども、カルチャー講座っていうのがあったもんですから、その、水曜日の昼休みにですね、カルチャー講座を囲碁で開いて、結構たくさん集まってきて楽しんでましたけどもね。ああ、
だけど今はちょっとダメ。それからあとは佐野さんってなんていうかな、これもご存知だと思うんですけど、厚労省の次官をやった、次官の局長をやった人なんですけどね。お父さんが前社協の、そうですそうです、あれをやられた方なんです。その、佐野さんが今会長をやっている日本福祉医護協会と一緒にですね、毎年全国視覚障害者囲碁大会っていうのをやってるんです。ああ、そうですか。数十人の人が集まってですね、福祉囲碁協会の会員の人たちの お手伝いでやらせてもらってます。その関係でっていうか、それで今日は心のインタビューの、そうですね、私の相手になってるので、ちょっとその辺のところをもう少し、それで、ほら北谷さんなんかやってる、その、まあ、今回も囲碁祭りですからね。そうですね、それについては、大谷、伺ったことがありましたけども、はい、要するにあんまり、なんていうかな、その視覚障害の人たちとやることしか考えてなかったもんですからね、だからなかなかその一般の方とやこう直接対決、対決するというのはそんなにやってない、だから視覚障害者の集まりでやってるっていう。それとあと北谷さんとはですね、特別に関係があったのは、その私が東京都の心身障害者福祉制度の視覚障害課で働いていた時に、その視覚障害者の同僚でですね、古田信子さんという人がいたんですね、でその人がね、北谷さんのお姉さんなんです。ああ、それでね、展示図書館に来てからなんですが、北谷さんが演奏を始められてましたよね、音楽を、それで、それで誘われて 何回か聞きに行ったんですけどもね、そこに古田さんなんかも来てて、会った、久しぶりに会ってしたんですけど、こちらの関係の人的関係、それ で、ね、実際あれでじゃないですか、大船渡にもご夫婦で行かれたっていうことを聞いて、それはもう柿島さんだとか北谷さんとか出てきてくださいって言うんで、それで行ったんです。いつの囲碁祭りですか？ですね、何年前かな、2年、その時もね、先生も見えてましたよ。あ、私も、ええ、あ、そしたらね、3年前ですね。あ、3年前ですね、そうですね、で帰り確かバスの中かなんかでご一緒だったと思ったんですよね。ごめんなさい、私忘れちゃった。いやいや、それはもう全然私にご挨拶もしないから。ああ、そうですか、そうですか、はいはい、いやだけど、じゃあ大船渡行ってどうでした？いやいや、素晴らしいなと思いましたね。新しい発見もあったでしょ。ありましたね、それはね、だからやっぱりああいうことをやること自体、まあ大変でしょうけどもね、やっぱりやることは意義があるなと思いましたね、本当。だから北谷さんね、大変なんだけど、でも楽しんで、まあ、周りを全部引き連れてね、そうです、いつの間にか巻き込まれていって、そうです、協力せざるを得なくなるっていうか、まあ楽しんでくるんですけど、ね、そういう、そうやって広がっていきますよね。そうですね、はい、本当に特にね、柿島さんが一生懸命あれしてるもんですから。そうですね、だから今もう視覚障害の人にとっての囲碁っていうのはどんどん広がっていってるわけですよね。すごい広がってますよ、もう。最終的に台湾にね、そうですね、台湾の盲学校でね、あれして、やっぱりね、中途失明の人が多いんですね、で中途失明者の中でやっぱり碁を見えてる時に碁をやってたって人は結構いますのでですね、そういう人たちにとってやっぱり碁ができるのっていうんでだいぶ変わりますね。そうですね、だからこれもミラクルテレビ使ってそういう人たちへのね、指導、柿島さんもやってるしね。そうですね、今度この全体のお祭りっていうかあれの中で、ハルト君って、そうです、
まあ、これまずすごいですよ彼は、ね、それで、うん、もうほとんどゼロから始めて、そうです、信田さんの、訓練というか指導を受けて、そうです、で今度はすみれさんとやるんですね。だからね、これ明日ですか。そうですね、明日の夕方からやるんだけど、はい、その試合は多分聞いてても分かんないと思うんでそうですか、そう言わずにどっちが勝ったかぐらいかなと思ってます、はい、ハート君は本当にあんまりできない頃からですね、うん、その視覚障害者の囲碁大会に来てくれたりしてですね、参加してたんですね、うんうん、だから今全然うだつの上がんない大人がですね、うん、ハート君には勝ったんだとか言ってますからね昔今もすごい進歩だからね。今はなんか問題なんだよ。とても相手にならないんですよね。うん、いや、さて、もうすぐあれですけども、はい、ここまでのね、86年間の人生を振り返ってっていうのもちょっと大げさですけども、まあ、途中失明して、それからまあ大学も中退して、展示を覚えてといろいろずっとやってきたんですけども、はい、今の時点で振り返ってどうですか、田中さんの人生っていうのは。いやまあその場その場でですね、やれることはやってきたなというふうな感じですね。今さっきからの話で聞いて、その場その場でそのライトパーソンっていうか人に会ってるんですね。そうですね。で今何人か名前出てきましたけど、そうです、ね、本当にヒントになる人たちに、うん、助けられたっていうのはありますね。そうですね、はい、それは本当に財産っていうか、だから出会い、はい、運命、はい、それがやっぱり田中さんの進むべき道をこう示してくれたっていうか。そうですよね。だからあの時あの人に会わなかったらっていうふうに今になったら思いませんか。思いますよ、全くもうそう思います。うん、はい、例えばですね、前日ヘレン・ケラーの図書館、ヘレン・ケラー協会にいた展示出版局長ってやってた人が井口さんって前人だったんですけどね、毎日新聞の記者だったんですね、大阪の、うん、それが失明しちゃってですね、毎日新聞の移動でヘレン・ケラー協会に来てたんですけどね、でその井口さんにとやっぱり一緒にお酒なんか飲んで話をしてる時に、うん、その今の新聞、その頃ですからね、その頃の新聞の漢字はどういう使い方をするんだってなんか教わったんですよね、うんうん、でそれがやっぱりその、普通の活字 の、 雑誌だとか本を編集するのにね、すごい役に立ったですね。あ、だから伝統士官の職員にね、読んでもらいながら、その漢字どうなってるとかってね、いちいち確認しながら演習やってたんですけども、もうそれは点字じゃないですね。もちろん普通の字ですよ。ですよね。だけどそれを指でなぞる。いえいえいえ、読んでもらうんです、ね。あ、読んでもらう。うん、だからその目の見える店長所管の職員に読んでもらってやってたんです。編集を。まあ、そういう出会いもあった。そうなんですね。そうですか。まあ、ちょうど時間になってきて。でまあ、そういうような紆余転換、そして、ライトタイムにライトパーソンに会ってですね。そうです。いや大変いい人生を送ってるなってちょっと先輩も言ってるんですけども、うん、そんな風にお見送りにして、はい、ますますお体は元気なんですよね。今のところ元気ですね。うん、今のところ元気では立派なもんですよ。まだまだ頑張れますよね。病気はしてないんで。ただやっぱり足なんか弱くなってきましたね。そうなってもらわないと困るんですけど。うん、今でもあれだと、うん。じゃあ最後にこれからの目標。目標です。いや、ちょっとやっぱりね、本間先生がですね、亡くなられたのが88歳の直前だったんですよね、うん、それで点灯時間を終えられたんで、僕もまあ
その年齢は超えないようにしようと思ってます。超えないように、超えるようにしようじゃないんですか。いやいやいや、超えないようにそろそろ理事長辞めようかなと思ったりしてます。はい、わかりました。はい、ということで、はい、今日は、ごめんなさい、田中哲司さんにいろいろ面白い話をお聞かせいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、終わります。はい、浅野先生、田中さん、どうもありがとうございました。これでレコーディングを中止いたします。